どうもこんにちは。運転中はながらスマホをやめて安全運転を心がけましょう。のむです。今日はですね、今まだ東京にいるんだけど、他県の警察署に向かってます。なんでかというと、俺には7歳年上の兄がいるんだけど、まあ障害者でちょっとね、人とトラブルを起こしてしまったんだよね。普段は施設にいるんだけど、兄が外泊を希望して一時外泊中に、まあちょっと人とトラブルを起こしてしまいましたね。その件で警察に兄の代わりに俺が事情聴取を受けることになりました。兄に事情聴取をしても、俺の兄っていうのは認知機能が低いから、事情聴取にならないと警察が判断したと思うんだよね。それで俺が代わりに警察から事情聴取を受けるという運びだと思います。ただ兄には直接の身内が俺一人しかいなくて、両親は大昔に他界してるんでね、警察官の方がそういう事情に考慮してくれて、俺が仕事に影響しないように日曜日の夜でもいいらしくて、今日は日曜日なんだけど、その他県の警察署に夜の19時に到着予定です。でね、その警察署っていうのは、俺が昔大変ご迷惑をおかけした警察署です。昔っていうのは本当に昔で約30年前なんだけど、俺が13歳14歳15歳の頃に複数回補導されてます。あくまで約30年前なんだけど、タバコを吸った程度の補導もあれば、バイク絡みのこととかもありますね。はい。18歳未満の頃っていうのは結構ワンパクだったから、そこの警察署以外にも東京だと新宿警察署だったりにも補導されてますね。ただこの年になると自分にも大きい子供がいるし、当時のことを振り返るとものすごく反省してます。なので兄の代わりに事情聴取を受けるっていうのはもちろん任意だと思うんだけど、全面的に協力しようと思ってます。2時間から3時間かかるって言われましたね。だから19時にそこの警察署に到着して、22時くらいに出る可能性もあるのかな。まあでも俺の時間にわざわざ合わせてくれたんで協力します。18歳未満の頃と違って今ではね、いい子になりました。だから当時の警察官がいたら謝罪したいんだけど、当時俺と深く関わった警察官はもう70代とかだと思うので、とっくに定年退職してるでしょうね。うん。では行ってきまーす。無事に到着しました。ここは何県のどこの警察署でしょう。それでは長くなると思うけど行ってきまーす。田舎ですね。警察署の駐車場が広いです。
パトカーが止まってますね。終わりました。事情聴取だったんだけど、3時間半かかりました。大変だったんだけど、わざわざ東京から来たんでね、警察官の方がすごくいろいろと気を使ってくれて、親切にしてくれました。まあ、自分が直接トラブルを起こしたわけじゃないんだけど、寛大な処置が取られるような気がします。どうかな。ちょっと疲れた。とりあえずここにずっと車を止めてるとまずいので移動します。今日行った警察署なんだけど、他県の某警察署なんだけど、相談室っていう小部屋で、警察官が俺に質問して、調書を作成してたんだけど、供述調書っていうやつね。まあ、警察官の仕事って大変だよね。地味で時間のかかる仕事もあってね。で、やっぱりね、その警察署っていうのは、まあ、未成年の頃に大変ご迷惑をおかけした警察署なんだけど、だからだと思うんだけど、署内にいると、ちょっと、そわそわするんだよね。警察官が調書を作成する際っていうのは、俺に質問をして、俺が回答した内容を文書にしていくんだけど、警察官がタイピングしている間っていうのは、間が空くわけですよ。沈黙するわけですよね。その相談室という小部屋の中で二人っきりなわけだけどさ、その間がさ、空いている最中に、まあ、約30年前に自分が複数回補導された時のことをすごく思い出しましたね。その警察署にいるから思い出しちゃうんだよね。今と昔って全然違くて、昔は部屋の中って壁が黄色かったんだよね。なんでかっていうと、みんなタバコを吸う時代だったからだね。廊下の壁も部屋の中の壁も同じ白い壁なんだけど、部屋の中っていうのは、もう、ヤニで黄ばんじゃって、白い壁が黄色くなってて、テーブルにはさ、丸い、ステンレスの灰皿が置いてあったと記憶してます。14歳とか15歳の時に、そのステンレスの丸い灰皿を、フリスビーみたいにして警察官に投げつけたりとかね。そういう態度だったことを思い出しました。まあ、ある時警察官に、お前みたいなやつは社会に出ても通用しないって言われて、警察署の小部屋の中で床に唾を吐いたりもしたことがあって、あくまで約30年前の話ではあるんだけど、なんか
その警察署に対して申し訳ない気持ちになるというか、今日目の前にいた警察官って俺より年下なんだけど、その警察官に対してなんか昔は迷惑をかけて申し訳なかったっていう気持ちになるんだよね。でもまあ思い出じみたことをね喋らせてもらうとさ、昔すごく俺に良くしてくれた警察官が一人いて、俺が14歳15歳で、その警察官は48歳だったはずなんだけど、その当時は警察署の何階かわからないけど、3、4人立てる程度のスペースのバルコニーがあって、その警察官におにぎりをもらったことがあるんだよね。その時は補導されたわけじゃなくて、その警察官に呼ばれてお話をしに行った時なんだけど、なんでそのバルコニーでお話をしていたのかわからないけど、腹減ってるかって言われて、腹減ってるって言ったら、その警察官がすんごいでかい銀紙に包んであるおにぎりを持ってきて俺にくれて、その場で俺は全部食べきったね。今でも覚えてるんだけど、中におかかが入っていて美味しかったです。そのおにぎりはその警察官の奥さんが握ったおにぎりで、奥さんがその警察官のために握ったおにぎりで、本来であればその警察官が食べるおにぎりなわけだよね。でさ、今でもその警察官のことだけはすごく印象に残ってるんだけど、おにぎりを食べてる最中に俺に対してお前寂しいんだろっていう発言をすごく繰り返ししてきていて、それはなんでかっていうと、その当時親とも兄弟とも一緒に生活できない環境に置かれていて、俺に対してそういう発言をしてたんだと思う。警察官に限らずかもしれないけど、あんまり自分のプライバシーを喋らない職業だと思うんだけど、その警察官はその時に自分には父親も母親もいると言ってきて、今は嫁と二人で暮らしていると言ってました。でも嫁が病気で、病気じゃなかったかな、なんか体の都合で生まれつき妊娠ができないらしいんだよね。だから子供を作ることができないって言っててさ、結構それってデリケートなプライバシーじゃん。そんなことを俺に打ち明けた上で、だからお前が可愛いんだっていう話をしてくれました。お前みたいな息子が欲しかったとか、
言ってくれましたね。いや、本当印象に残ってるんだけど、自分は子供を作ることができないけど、お前はいつか子供を作って家族を持つことができるっていう話を俺にしてくれたのが印象に残ってます。その警察官には今でも感謝してるし、警察官としての公務ではなくて腹を割った話をしてくれたんだと思います。だから反抗期だったけど、その警察官に心を許すようになったね。うん。寂しくても友達を集めて悪さをするなと言われました。うん。懐かしい思い出話だけど、つまんない話ですいません。その警察官が自分のね、奥さんが握ったおにぎりを俺にくれて、腹を割った話をしてくれてから、私はいい子になりました。はい、以上です。チャンネル登録お願いします。